初の月間 MVP に選出された6月の大谷、翔平を改装。相棒、水原通訳の歓喜舞大リーグのエンゼルス、大谷翔平投手が2日、日本時間3日。アリーグの月間 MVP に選ばれた。日本人野手では、一郎。松井秀樹に次いで3人目の快挙。打者としては、打率。 309。13本塁打、二23打点。4盗塁。投手では5試合に登板し。2勝0敗。防御率4。94。23回に3を投げて33奪三振をマークした。6月の2盗流と題し。 6月のグラウンド内外で起きた様々な名シーンを振り返る。今回はいつか、日本時間6日。本拠地のマリナーズ戦。16号本塁打を放った試合で。現地メディアでは通訳の水原一平氏がベンチで大喜びするシーンに動画付きで、脚光。ナイスだ。一平などと地元ファンの注目を集めた。 喜びを抑えきれなかった。初回。大谷翔平が、菊池武姿勢から放った16号弾を、ベンチで見届けた水原氏。満面の笑みでポールを叩き、感情を爆発させていた。これに注目したのは、米ロサンゼルス地元放送局、バリー、スポーツウエスト公式ツイッターだ。 一平も燃えているとして、注目を寄せると、現地ファンからも、ナイスだ。一平、めっちゃ興奮している、仲間を応援する、姿。プライスレス、ショーにとっての最高の兄弟、これは熱いね、などと反響を呼んだ。二刀流を支える存在として、現地でもすっかりおなじみの水原氏。 大谷翔平への愛を爆発させた姿が話題となっていた。大谷翔平は、極めてレンジャラスだ敵将が、両リーグ独走28発の打撃を警戒、リーグで最もエキサイティングな選手で極めて稀な、才能の持ち主だ、エンゼルスの大谷翔平投手は2日、日本時間3日、試合開始10時38分。本拠地のオリオールズ戦に、 2番、指名打者で、先発出場する。ここまで、両リーグ最多の28本塁打。2位の、ブルージェイズ・ゲレーロ・ジュニア。ラニー日本サリードしている。2試合ぶりの29号に、期待がかかるオリオールズのブランドン・ハイド監督は、素晴らしい選手だ。リーグで最もエキサイティングな選手で極めて稀な。 才能の持ち主だ。今まで私たちが見たことがないことをしている。打席では極めてデンジャラスで、球界で最も素晴らしい選手の一人だと警戒した。ハイド監督はカブスコーチ時代の2016年にマドン監督、ゲンエンゼルス監督の下でワールドシリーズ制覇に貢献。 2019年からオリオールズ監督に就任した。大谷翔平はオリオールズとの3連戦では打者として臨む予定で。敵将はマウンドに立つところを見逃したからって言って。がっかりはしてないよかっこ笑い。なぜなら投手としても刺激的なものを持っているからね。打者と同じぐらい投手としてもデンジャラスだよと話した。 オリオールズは、サワン・キー・ガガキンが先発する。昨季メジャーデビューし、今季は10試合登板し、0勝4敗、防御率7、11、大谷翔平とは初対戦となる。この日、アリーグの月間 MVP を初めて受賞。7月も、 好スタートが切れるか注目だ。大谷翔平球援二刀流に前向き、DH 選出での登板に懸念も、もちろん投げて欲しいと言われれば投げる大リーグ機構、MLB は2日、日本時間3日。6月の月間 MVP を発表し、アリーグ野手部門で自己最多の月間13本塁打を放ったエンゼルスの大谷翔平投手、26、 がメジャー4年目で初めて選出された。大谷翔平は打者で25試合に出場し、打率309、23打点、4盗塁、投手では5試合で2勝0敗、防御率4.94と、投打に刀流で活躍した。大谷翔平は試合前に会見、 QM での二刀流出場に関して、エンゼルスのマドン監督は、アリーグを率いる、キャッシュ監督、レイズに判断を任せるとしたことについて、自身の考えを聞かれ、できないなと思うことはない。ただ、選出が DH なので、そこで投げることが適切なのかどうかはわからないですし、僕から、 他の監督に言言うう。こととととはないいしした上で、もちろん投投げげてほわれれば投げると思う僕から何か、ということはないかなと思いますと話した。次のオーディオビデオでお会いしましょう。大谷翔平は二刀流を継続すべきなのかその問いに、米メディアが一つの回答を出した。 日々、打撃でサプライズを提供しながら、さらに投手としても MLB トップクラスの球速と、鋭い変化球で打者を翻弄するなど、多彩さを見せる大谷翔平について、大手紙、ニューヨークタイムズは、先発投手でありながら、日々の役割もこなしていることは、注目に値する。ただ、 当打の仕事を果たすだけでなく、いずれも内容が優れていると綴り、最高の打者であり、堅実な投手と称賛した。しかし、大谷翔平をベイブ・ルースの再来たら占める最大要因であるニュウェイ二刀流については、2018年のメジャー挑戦以来、常に、 人々の疑念がついて回り、彼がトミー・ジョン手術によって長くマウンドから遠ざかった際、同メディアによれば大谷の歴史を覆す可能性を信じなかった伝統主義者たちは、投手か打者のどちらかに絞ることを奨励し、それに固執し続けたという。それは 投打で結果を残している今季も変わりなく、かつての名刀手順スモルツは ESPN に対して、大谷翔平は特別な選手であり、誰もが応援しているとしながらも、現実問題、いつまでのこの二つの偉大な才能が持つのか、と疑問を呈し、もし投手だけに専念すれば、 ジェイコブ・デグロム、ニューヨーク・メッツの足跡をたどれるだろうと語っている。実際、ほぼ毎試合でフィールドに立ち続ける大谷翔平には、時に明らかな疲れを感じられる時もある。しかし、大谷翔平とエンジェルスはアメリカでの4年目をパーフェクトなに上へのスーパースターなるシーズン、同メディアと決めている。 現在、未知の領域に急速に近づいている大谷翔平は、MLB でのキャリアにおいて、最大となる運動量にどのように対処するのかが注目されているが、これに対して同メディアは、日本ハムファイターズ時代の実績から可能だと見ている。2013年からの5シーズンにおいて、 大谷翔平は3シーズンで20試合以上の先発登板を果たし、15年には160回を超える投球回を記録。これに対し、今季は年間125回のペースで登板しており、まだ増加の余地すらあるということだ。エンジェルスでは、今季ここまでで80試合のうちの75試合に、 出場している大谷翔平は、143試合中104試合以下という NPB 時代の出場割合を大きく超えているものの、登板の間隔は通常よりも長い6日以上が設けられている。また、それ以外の試合では基本的に指名打者としての出場であり、外野の守備もわずか数イニングに抑えられている。 こういった点を踏まえて、同メディアは疑問符は多くあるものの、日本での数字を考えれば、チームのケアさえしっかりあれば、大谷は何十年間も試みる者がいなかったことをやって、のけることができると結論付けた。もちろん、時間の経過とと,ともに体力の衰えなども現れることで、いずれは、 選択を迫られることになるかもしれないが、大谷翔平とチームの共同作業により、その時をどれだけ遅らせられるかは非常に興味深い。次のオーディオビデオでお会いしましょう。